バブさん、激しすぎ。ルシファー、次元の狭間に葬られてなお夜を愚弄するとは。人望の差だよバブさん。ファーさんは見てるだけでいけるくらい最高なんだ。どういうことだ。異なる次元から自身を呼んでいたのか。まさか、そこまでのことはしてないさ。ベルサス、あんたはただの力としか見てなかったよな。けど力には向き不向きってのがある。ベルサスで認知を歪めればこんな小回りが効くんだぜ。無駄だよ。バブさんじゃ俺を見つけられない。何をしたって無駄打ちになるだけさ。己、余が手玉に取られているだと。全てルシファーとその倉庫たるコーチの手のひらの上だとでも。ベルゼバブ、やっぱりまだ。貴様ら、ベルゼバブ、今度こそ決着をつけさせてもらう。これ以上世界をめちゃくちゃになんてさせないから。余もこの小声たちと同じく、ベリアルやルシファーの駒に過ぎないというのか。あの男の計画に使われる哀れな畜生に過ぎないと。許さん、許さんぞルシファー。あの道剣者とも必ずや世の手で八つ裂きにしてくれる。ねえ、ちょっとこっちの話聞いてる？こちらも手駒が必要だ。腹立たしい。今の世だけでは奴に届かない。何？剣が届く。貴様らの力を確かめる。ま、力を確かめるって。問答をする気はない。貴様らは誰？世にその矮小な性の価値を示せばいい。あるか否か、この場で確かめさせてもらう。Quest clear.